はい、ということで、はい、早速ですね、こんなにスタジアム早く来たことありません。そうですね。で、武蔵小杉からまた5分ぐらいの、はい、トントン拍子のところに行って、見てくださいよ。でかすぎるやろ。ということで、早速です。はい、乾杯。絶対勝ちましょう。ここしね。こちらがですね、はい、目玉焼きそば人気ナンバーワン、はい、で、大盛りのトッピング全部のせてございます。めちゃくちゃうまそうじゃない。すごいね。これがね、普通盛り。これ普通盛り、うん、だいぶでかい。いただきます。いや、めっちゃ多いよこれ多分。めっちゃ多いの。スタグル食えないよ。いただきます。うまそう。はい、はい。お、ソースが濃くて、はい、めちゃめちゃ天かすとか乗ってても、これ酒進みます。うわ、酒いきます、一旦いきましょう。でかいな。すいません、本当に美味しいです。ということで、まあ、ちょっとこれ食べてサクッとね、まあ、まだまだ時間たっぷりありますから、今日はね、いつもと違う酒も飲んで、はい、まあまあまあ試合に備えましょうということで、ね、いきましょうか、はい、食べていきましょう。はい、飛んでないから飛んでない、ですね、1軒目です。はい、配信の方でも少し喋らせてもらったんですけど、はい、ポチャクロさんのコラボ商品があるということで、はい、こちらですね、ペコペコリンのカメラさんに見させていただきました。はい、おしゃれです。ポチャクロ TV さんとコラボしたポチャクローというのがですか、はい、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいい、ということで、はい、しかもそれアルコールありらしい、あ、そう、ありとなしが選べて600円、おお、めちゃめちゃおしゃれ、まあ、この店自体がおしゃれです、うん、めっちゃ完全に間違いなんです、ね、はい、騒ぐとかないんで静かに、はい、600円としたいと思います。はい、まずこの黒アイスから、はい、見てみます。バニラ？え、バニラじゃない？しっかりしてください。バニラです。えぇ、ー、黒いのに、はぁ、黒っ。はぁ、やば。今こちらね、ビニラとソーダ、はい、すごいね、お酒とアイスってすごくない？なんかね、うん、うまい。夏の風、夏、まずね、こんな
まあ、ちょっと時間経っちゃったってのもあるんですけど、うん、いい具合にさ、アイスが溶けて、うん、その甘みがね、フロートみたいになってます。いい、これでいいですか。ちょっとやっぱそのしたくないんで。まあ美味しい、はい、めっちゃ美味しい、飲みやすい、うん、飲みやすいし、ここはあの武蔵中原から徒歩5分ぐらいで着くみたいなんで、はい、まあ、これ以外にもね、あの普通の商品というか、うん、ちょっと写真貼っておきますけど、はい、あのサンドイッチみたいなのであったり、うん、まあ、普通にこれのパスタであったりもあるので、はい、ぜひぜひ、まあ、フロンターレサポーターの方は多分知ってると思いますけど、はい、ご視聴いただければなと思います。はい、はい、ということで、なんなんそれ。1軒目がトントン拍子さん、2軒目がペコペコリのカフェさんに行って、はい、まあ、どちらもね、ちょっと軽く飲ませてもらったんです。これからスタジアムに向かうということで、決めていきまなきゃいけないので、はい、しっかりと間もこの合間もね、やっぱ予想フォーメーションずっと話してますけど、誰が出るんだと、はい、もうちょっとウキウキ楽しみですね。果たして道が合ってんのかっていうの怖いですけど、いやけどサポーターの方いますね。そうだね、はい、ちょっと行っていきましょうよ。行きましょう。そしたらね、あのいよいよポチクラさんとか待ってますので、はい、合流して、はい、動画も撮れたらなと思いますので、はい、気をつけて行っていきたいと思います。よし、なんでこれ1匹しかいないんですかね。なんて書いてあるんでしょうか。いやいやいや、来ました。人がえげついです。うわ、抱きしめたい。特別協賛アイリス大山です。来てる人すごくない？あ、ゴンゾーさん、あの知ってます、ウエタイ選手来てる、セパタクローいます。はい、ということでやってまいりました。来ました。今回はですね、はい、J1 第29節、はい、サンフレッチェ広島対川崎フロンターレです。来ましたね。いや、とうとう来ました。この時が水曜日の天皇杯に続きの連続参戦ということで、はい、もう僕からしたら非常に珍しい。珍しいね、はい、ということでやってきました。まあ、こちらはね、はい、本当に地元というか、はい、セレッソも遠征だったんですけど、今回は等々力競技場にやってまいります。はい、今回はですね、連勝中ということもあり、まあ、なんせ相手は、はい、王者連覇中ですね、はい、川崎フロンターレということで、まあ本当に難しい試合になると思いますけど、はい、順位的にはまあシェイスはもろもろあるものの、はい、広島上ですから。上ですね。これあるんじゃないかと、はい、で前期も本当負けてはしまったものの内容は良かった試合なんで、はい、まあ、この優勝争い直接対決生き残れてることで、まあ、幸せなところありますけど、はい、まあ、しっかり勝ってマリノスで一騎打ち挑もうじゃないかということに入ってまいりますので、まあ、ちょっとね、前振りもありましたけど早速、まあ、今日はショータイム珍しく、はい、もう5時間前入りしてます。こんなことないよ。ないでもすでにね、居酒屋だったりいろんなところお邪魔させてもらってるんですけど、はい、あのスタジアム内も抱きしめタイというイベントで、はい、あのタイのコラボ企画、本当にね、いろんなものやっておりますので、はい、まあ、ちょっとそちらも楽しみながら、まあ、試合も勝って気持ちよく帰りましょう。はい、セレッソ同様、まあ、今のところ Vlog やった試合負けてませんから。負けてないです、はい、季節に必要なるかということで、はい、早速行ってまいりたいと思います。行きましょう。行ってきます。それしかやらん。もう残り元は何してんの。はい、ということで、はい、トドロキの競技場本当に優しくて、はい、アウェーサポのグッズもめちゃくちゃあった。ありましたね。ということなんですけど、毎回恒例の、はい、300円くじやっていきたいと思います。いや、行きましょう。本日の人はケーブルマンドと腕に巻くやつ、はいはいはい、狙いは当てますからね、これ狙いはそろそろ、はい、推しじゃない選手ばっか当ててるんで、はい、そろそろね、当てましょう。行くわ。当てます。親分、ほな行きますよ。お、まだ見てないですからね。行きます。はい、どん、誰、な、東選手でございます。あ、まあまあまあ怪我してますから、はい、腕巻いて早く復帰してください。はい、OK でやっていきます。いきますか。変わらず、はい、親分いきます。親分狙いで。ハマいきます。はい、絶対当てます。誰？
川波選手。おお、いいよ、これいいよ、いいじゃん。これいいわってさっきも嬉しいですけど影の立役者ですから。本当にそうだよ、本当にここまで連勝してるね。はい、要因といっても過言ではない。素晴らしいよ。まあ、どの選手も出ないと思いますけど、はい、腕巻いて応援しましょう。はい、はい、ということで、はい、抱きしめたい雪見大福らしいです。先っぽに入れたら、はい、雪見大福ゲットです。あとステッカー、いいね、もちろん剣先狙います。はい、おおはいはいはい、来た。はい、おいおいおい、え、なんすか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 、すごい勝負強いんで僕、しかし負けない。こんなガムももらったし、ノロノロ入ってる。おお、ゴーゴー、最後こうやってやってたから、ノロノロ入ってったよ。雪見大福めっちゃいいね。これは なんだ、これかわいいけど、めっちゃ、え、うまくない、今さら、すごいわ。ちょっとあの場所ではすかしてましたけど。じゃあちょっとこれ2個あるんで僕が2つ食べます。1個ください。いやいやいや、君下手でした。僕これだけ、1個だけ。じゃあちょっと、はい、これ無料でいきますから。いいですよね、はい、いいね。じゃあ次行きましょう。行きましょう。今回はですね、はい、ちょっと待って、生合わせだよ、ちょっと、え、違う、今生合わせだよ、絶対に。
けるといった行為は皆様絶対におやめください。ご自身のお座席からは移動せずに声援は心の中でかけていただき拍手。終了いたしました。はい。0対4の乾杯でした。乾杯です。まあちょっとね、試合後感想ということで、見てない方はぜひぜひそちらの動画見てほしいんですけれども、まあ、見事本当に王者に乾杯しましたね。乾杯です。気持ちいいぐらい乾杯しちゃいましたんで。はい。まあ、切り替えてこうということで試合後感想は完結したわけなんですけれども。はい。まあね、そういうこともありますよ。スポーツなんで。なんでもう切り替えて。はい、またリーグ戦も来ますし、なんといっても月末はルヴァンカップもう2試合あったりとね、はい、まあ、落ち込んでる場合ではないと、正直場合ではない今は、ね、はい、なんで、まあ、優勝は厳しくなったものの、はい、まあ、リーグ戦では ACL 圏内目指したり、まあ、その他もね、ルヴァン天皇杯と優勝を目指せるベスト4まで進出しておりますので、はい、まあ、なんとかタイトル取って今年の最後に、はい、まあ、よかった年だねとみんなで言えるような、はい、結果出せればいいのかなと思いますので、はい、まあ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 、こういう試合もあるよということで今回ね Vlog 撮影させていただきました、はい、まあ、最後はちょっと暗くなってしまいましたけど、はい、まあ、めちゃめちゃね本当にいいスタジアムでしたし、ちなみに、はい、Vlog 無敗説終わりました。あっそうだ、終わった。とんでもなく終わったじゃん。とんでもなく終わったよ。まあそういうこともあるよ。まあね、そういう不敗神話っていつか終わるから。そうだな、それが今日だったんだけだよ。切り替えようぜ。切り替えるしかねえな。内容は本当に面白くなってると思いますし、はい、もうぼちゃぐろさんであったり、もう本当に日本最高峰なんじゃないの。いや、すごかったね。数であったりイベントのたまたまっていうか、いつもより多分すごかったんだよね、うん、あのタイとのコラボということで、はい、で最後チャンアティック選手も出て本当にいい締めくくりができたタイの曲になったんじゃないですか。はい、はい、ってな感じですね、はい、今回 J1 第29節サムネッチ広島対川崎ロンタルの、試合じゃあ発作が試合の Vlog 撮らせていただきました、はい、今日もご視聴ありがとうございました。ます、この動画になったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。もう Vlog もね絶賛講談も大好評ということで、大好評で広島のインサイドに続いてインサイドかもうショータイムの Vlog かぐらい呼び声高いですので、もうぜひぜひコメント来てますね、たくさん広めてください、はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。今日もご視聴ありがとうございました。ます、ではまた、さよなら、とどろき。うわ。